S 級を見事優勝されました小島慶治選手です。完全優勝おめでとうございます。ありがとうございます。今の気持ちをですね、体で表現してください。笑顔です。そのテレビの小島選手も見てみたいんですけど、6連勝です。そうです、はい、この強さはどこから来るんですか。いや、やっぱ深谷とかね、やっぱり中部地区自分がこう引っ張ってきてたところが、はい、若手が引っ張っていってるんで、それについていかなきゃっていうのがやっぱりモチベーション高いなって。もうなんかもう一着優勝のオンパレードですよね。そうですね、はい、走ればそんな感じです。それはもうその深谷君の出現、まあ、深谷とか、まあ、あと浩二さんとか頑張ってるんで、やっぱりそういう意味でも自分も頑張んなきゃっていうね、やっぱモチベーションが高く練習にも気合入るんで、ね、はい、はい、そういうところ中部選手、はい、その小島選手のですね、あのプライベートってどんな感じなんですか。リラックス方法とか。リラックス方法ですか、うん、まあテレビ見たりとか普通ですよ。お、本当ですか。最近はちょっと指怪我してから、はい、ちょっとガンプラ作れないんで。ガンダム大好きですよね。今回もウィングガンダム見てました。え、そのガンダムののテレビシリーズをとりあえず、はいはい、見てた。10枚目まで。え、今開催で。すごい。するとどうなるんですか。落ち着くんですか。いや、やっぱ眠くなりますよね、落ち着いて。あ、じゃあいい睡眠が取れる。そうですね。それが小島慶治選手のちょっと強さの秘訣の一つでもある。そうです、はい、練習ユニフォームもガンダムの施設なんですかね。皆さんのユニフォームオリジナルでボレロ付き、はい、すごいです。今度は何が欲しいですか、ガンダム。そうですね、やっぱお台場行きたいですね、すぐね、ダイバーシティね、はい、今日行くんですか。今日は行けないですよ、さすがに。ちょっとダイバーシティ行って、はい、あそこ限定のグッズあるんで、はい、ちょっとそれを飲みに。やっぱ小島慶治選手レベルあのクラスだと、何ですか、大人買いですか、ガワボーって買うんですか。そうです、はい。とりあえずはでしょ。もうここからここまで、はい、全部みたいな。を何セット。だって何セットもいるんですか。だって使うやつでしょ。鑑賞用でしょ。保管用。なるほど。え、それはあのプラモデル以外で全部全部。T シャツも。鑑賞用。鑑賞用。使うやつ。保管やつ。保管と鑑賞は一緒じゃないんですか。違います。保管は日に当たっちゃいけないんで。鑑賞は置いといてもいいです。ちなみにガンダムのグッズクローゼットみたいなのあるんですか。あ、置き場所ですか。もう完全な設備で完璧な、はい、あのガンダムのそこまでの魅力はどこに。やっぱりそうですね、ロボットアニメで人類初人間対人間っていうストーリーを描いたところが、はいはい、どこからの目線見ても、はい、シャア目線でもアムロ目線でもまだ、あ、どちらもまあ鑑賞用には耐えれるというクオリティです。まあ、私もなんか小島選手 の、 そのガンダムファンの、やっぱりこう競輪でもそうなんですけど、はい、勝ち負けって決まるんだけど、はい、どっちからの目線でもやっぱり物事見ると、はい、競輪って面白いじゃないですか、はい、でそれでガンダムもそうで、シャア目線とアムロ目線で見るのと、うん、ブライトさん目線で見るのとちょっと違うんで、はい、そういう目線の方向性で演出が変わるんで、競輪もそういう意味で見れば、はい、あの勝ち負けもね、やっぱり勝った人もすごいんだけど、はい、負けた方にもすごいっていう美学があるんで、はい、じゃあ繋がってる。そうですね、はい、小島選手プライベートもお聞きしたところで、では最後にですね、応援してくださった皆様に今後の意気込みをお願いします。この後共同通信社もありますが、この勢いでグランプリに出場できるように頑張りたいと思います。よろしくお願いします。じゃあガンダムの決めポーズで決めポーズでお好きな決めポーズでお別れを急に変え行きます。ありがとうございます。